네, 이스마트. 아니. 너가 해 주시면 아또 내 이 소리 야 손. どこに行く洋服？あ、学校だ。お、学校。
学校？じゃあ学校はどこだ？あ、ここだ。見つけた。ここは目的地ですね。これを立てよう。スタート位置の記号と同じポジションカードの A をスキャンして、ロジコをスタート位置に置こう。スタート位置に置きます。はい、はい、まあ、A だね。はい、じゃあロジコはどうやって学校に行ける？あ、わかった。上、右。そうだね。はい、このカードを使ってください。おー、矢印カードです。上、右。おー、じゃあこの順番でカードをスキャンしてね。わ、このカードの登場です。じゃあ、カネちゃん、だよね。はい、おお、お、学校に着いた。大成功だね。お、じゃじゃん、合ってますよ。ピンポピンポー。次、レベル2に行きますよ。マリちゃん、1枚選んで。どれにしようかな。あ、これいいね。どんなコーデができるかな。ヒットしました。はい、今回のミッションはどんなコーデができるかな。で、もう矢印はね、決まっております。はい、この3枚のカード、下、下、右を使います。どういう風にやれば D から B までいけるか、じゃあ、はねちゃん考えてみてください。下、下、右しかいけないから、あ、分かった。お、下、下、右、下、下、右。お、本当にいけるかな。じゃあ、マリちゃん、カードをスキャンしてみて。はい。あ、ちょっと待ってよ、ちょっと待って。行く前にロジコはね、変身します。ロジコ、変身パーツ。おしゃロジコに変身。変身、おしゃロジコ変身。おお、ゲット、ゲット、ゲット、ゴール。このコーデがゲットしました。イエーイ。じゃあ、着て返します。おお、かわいい。おお、いいね。合ってるかな。じゃあ、カードの裏を見てみましょう。おお、合ってます。うわー、に挑戦。アネちゃん、どうしても選ぶ。そうです。おお、これに挑戦します。お、上、上、右、右をそれぞれ何回繰り返すとお弁当が完成するかな。おー、人とか A で、ゴールが C かな。ハンバーグは2つ、ご飯も2つ、野菜も2つ、エビフライは1つ。分かった。おお、どうやって。ロジコック。横、横。では行くわよ。ハンバーグ。野菜。ハンバーグ。エビフライ。ご飯。ご飯。野菜。野菜。ゴール。大成功。大成功。お弁当出来上がり。出来上がり。ロジコポポの弁当完成。皆さん、わかりやすかったでしょうか。今、ロジコにスタート位置とゴールの位置とこのルートを教えてることはもうすでにプログラミングと言えますよ。プログラミングとはパソコンの操作能力や技術ではなく、物事に対する段取りの考え方ですよ。そうですね。そう、はい、ということで今日はハピエンスあちこちロジコで遊んでみました。イエーイ。ね、可愛かったね。はい、カネちゃんはどう思う？プログラミングのこと多少わかるようになりました？うん、人が考えたことをパソコンに教えることがプログラミングだよね。そうですね。はい、この他ハピエンスシリーズの中にこのような商品もありますよ。
ピアスアニメライト、パピアスぬりぬりコスモ、パピアスマジカルピアノもとっても面白いので皆さんぜひチェックしてみてね。チェックしてみてね。パピアスあちこちどちこの詳細情報についてこの動画の概要欄をチェックしてね。チェックしてね。はい、羽鞠チャンネルでした。チャンネル登録お願いします。グッドボタンを押してね。バイバーイ。